伊藤小春は日本のファッションモデル、アイドル、女性アイドルグループ、原宿駅前パーティーズ、ふわふわの元メンバー、愛知県出身、ライジングプロダクション所属。2014年10月22日、小学校6年生の際に、松田ノは山田平喜会、大野美咲、西川真由と共に、事務所、オーディション枠で、ニコプチ同年12月号より、 同志専属モデルとしてデビューを果たした。事後の2015年2月号で個人特集プチモ取扱説明書が掲載された。メゾピアノジュニアのイメージモデルへの起用、ジュニアワードでは読者モデルともにプチモとして伊藤小春と黒坂里奈が国立代々木競技場第一単位区間の40メートルのランウェイを歩くなど紙面の内外で活躍した。 2016年5月1日、東京有明、TFT ホールにて開催された、プチ、これ6をもって、鈴名、松田ノア、山田平機会、岡光林と共に、ニコプチ専属モデルを卒業した。2016年8月、原宿駅前パーティーズ、ふわふわの追加メンバーとなる。同年12月よりモデルとしての活動の場を、ラブベリーに移し、2017年4月、 同志専属モデルへ昇格した。2019年2月、ふわふわの他のメンバーと共に、週刊ヤングマガジンのグラビアページを飾り、さらには、同年4月に、ソロ水着グラビアが、週刊プレイボーイに掲載され、多くのメディアで取り上げられた。2021年3月31日、長らく、ふわふわとしての活動を休んでいたが、脱退を公式サイトで発表した。 今後は引き続き単独で活動を継続予定だという、ありがとうございます。